斉藤太です。はい、19歳お若うの、はい、23歳田辺美里です。なんか一番さ、いい時だよね。いい時、モテる年だよね。全然十分。20 P 歳のかわいいさゆりです。若い2人と楽しくラウンドさせていただいてます。はい、まだちょっと2人はね、プロテストに合格してないっていうことで、はい、去年は、今年初めて受けたのかな。初めてです。でもやっぱプロテストもだいぶこうレベルが私たちの頃よりも上がってて、上手な子が本当に増えて、でそのプロに受かってないといえども、やっぱりこうやって上手な子がたくさんいるんで、もうちょっと厳しい道ではあるんですけど、ぜひ来年のプロテスト頑張っていただきたいなと思いますね。なんか終わりみたいな、エンディングみたいになっちゃったよね。締めちゃいますね。私たち、うん、もうそろそろサバイバルに出るんですよ。もうそろそろ、はい、うん、もう2週間後。おお、撮影がね。撮影があるんですよ。で、さゆりさん何度か出られてるんで。そう、3回出てるの。うん、1回も勝ってないけどね。どこでやるの？ロイヤルスターっていう。行ったことありますか？いや、私はね、聞いたことあるけど、うん、え、千葉かな、それって。千葉です。あ、行ったことないけど。あ、行きました。あ、行ったの？あ、行ったんだ、行ったんだ。連覧したんだ。しました。しました。バッチリだな。狙ってるんで。おお、いいね、いいね。そういうの大事。大事。大事。結構 OB が見えますよね、視界に入ってくる。あ、そうなんだ。狭くて、ツーグリーンで、ちっちゃいです。もう私には無理だね。私はそういうコースは苦手だからね。なんか触れないですよね、見た目で。ちぎるね。ちぎりますね。ティーショットが。あ、スプーンとかでもいいかなっていうホールもあるので、打ち上げ多いし。あ、そうなんだ。結構アップダウンあるんだ。そういうコースのアドバイスっていうのはあんまりできないけど、まあ、私も最近 QT が終わったところで、まあ、ファースト QT でちょっとダメだったんですけど、まあ、山口の周南っていうコース で狭い狭いってすごいみんなから言われてて、で実際行ってみるとそんなに狭くはないのね。その OB が見えるみたいなことあんまりないけど、でもやっぱりこうドライバーで打てないホールが結構あって、で私なんかは結構意地でもドライバー使っちゃおうとしちゃうタイプなんだけど、今回に限ってはちょっとこうやっぱりドライバーをもうワンラウンドで多分3、4回しか握らないような感じで、あとはもうクリークが主にティーショットで使ってたかな。そうやって割り切ってティーショットすると意外とやっぱ力が入らないからすごい良くて、だもしそのちょっとでもここドライバー持つと気持ち悪いなとかって思うんだったら、もしかしたらそういう時計を持ってもいいかもしれない。サバイバルなんかやっぱりこう、まあ、ボギーを打たないようにいかにするかの勝負だから、まあ、そのサドンデスとかになっちゃうとやっぱりちょっとこう不利になっちゃうから、なるべくそれを回避できるようにするにはやっぱりこうボギーを取らないようにしないといけないから、まあ、初めの方は結構みんなダボとかも打つから、初めのうちはそんなにこう緊張しなくていいけど、多分3、4人とかにこう減っていくとやっぱりもうみんな打たなくなっていくから、大怪我したくないよね。私結構もううまくいくか大怪我するかみたいな、一か八かゴルフだから私って。そうなんだ。だからあまり向いてないんだよね、サバイバル。ただ喋っちゃうから私。いや、喋れるって羨ましい。独り言、ほらマイクがここについてるから、拾われちゃうの。そう言ってます。だから、ね、結構ねみんな息遣いとかも聞こえる。あ、そこまで、うん、じゃあ鼻歌とか歌っても鼻歌歌っちゃえばいいんじゃない。歌っちゃう。私こんな余裕なんだよって言うの。出した方がいいよ。歌ってそう。でも本当にすんごいいいお天気。いいお天気だ。大丈夫。
乗ったか乗ってないかぐらいだね。え、なんか出始めたよ。あ、何乗ったら、乗ったらなんの？え、すごい。すごいすごい、それ。それ誰か見てるってこと？あ、キャリーさん今やったでしょ。キャリーさんがやった。すごい、面白い。びっくりした、今。なんか誰かいんのかと思った、本当に。しぶき上げることにならなくてよかったよね。ポチャーンとか言ってさ、水しぶき。これはちょっと皆さん、あの噴水を上げられるようにちょっとチャレンジしに来てほしいですね。ぜひね。今日は雨が降ったから、水量が多いから、あのサイズらしいですよ、噴水が。あ、なるほど。じゃあ高く上がるらしい。あ、そうなんだ。うん、結構ティーショットからだと、あの池が結構グリーンの近くまで見えてて、まあ、今日ピン奥だったからそんなに難易度を感じてないですけど、これが結構あの右手前の方に切られ、あ、左手前の方に切られてると多分結構難しいホールになりそうな感じがしますね。サバイバルはやっぱり優勝を目指して2人とも目指してます。どうする、最終ホールに2人が残ってたら。やばいですね、バッチバチですね。バッチバチ。もう一言も喋んなくなっちゃう。え、怖いんだけど、意外に、意外に怖い、意外に怖い。絶対喋っちゃう、ミリちゃんだったら。絶対喋るんだけど。喋っちゃダメってことないから。喋って、喋ってほしいんだけど。違う人だったらちょっと。あー、そうね、そうね。誰が出るってもう分かってるの？分かってます。それちょっとメンバー気になるね。出場者。ピー。なんか兄弟これ。そう、多分。あ、そうなんだ。うん、あ、今までちょっと分かっちゃったから。ちょっと大ヒントです。あ、解説つかささんだね。これ知ってる？渡辺つかさ。あ、つかささんはね、すごいね、面白いおじさん。シニアプロ、すごいあの強いシニアプロで、喋れば喋り返してくれるから絶対。あ、本当ですか。喋、うん、るならこの人喋った方がいい。緊張したら渡辺さんに話しかけよう。うん、あの面白い人だっていうのを高島さんから聞いてますって言ったら、うん、多分あいつかーみたいな感じで喋ってくれるから。そうします。そう、だから解説だけ今バレましたね。はい、つかささんだけ、はい。このメンツでぜひね、あの検討してもらいたいよね。いや、あるよ。あります。うん、全然ある、全然ある。全然勝つチャンスあるよ。本当に勝ちたい。うん、どうします、勝ったら何します。100万円。あ、100万だよ。どうしよう。あ、すっごい嬉しそうだから今よだれ垂れそうだかもしれないよ今。どうしよう。ちょっと、ちょっと考えながらティーショットしようか。上手だから大丈夫だよ。そうだよね、上げる人だからね。今もう多分
ケイさん、あの木まではいくつなんですか？一本木。先の一本木までですと300あります。あ、そんなあるんだ。なんか怪しいね。最後なんか右下かな。なんか独特な雰囲気やきそうですね。そうね、なんか普段の試合ではやらないようなその感じだし、そもそもその一番初めのティーグラウンドで10人がこうティーショットしなきゃいけないわけじゃん。初対面も多くて、でそんな中でこう緊張してます、ティーショット打たなきゃいけないです、うん、なんか順番も大事よね、だからね、うん、じゃんけんでしたっけ。じゃんけん、そうですよね、うん、じゃんけんの練習しといたら、じゃんけんの練習そういうことです。多分ね、2番とか3番ぐらいが一番いいと思うんだよね。あ、勝った人からですか？あ、そう、勝った人から。あ、じゃあ強い方がいいんだ。そう、強いと思う。いや、本当強いんですよ。じゃんけん、私、なんとも言えないです。強くも弱くもない。の見た目的に右、まあ、手前が無難なんですよ。右手前がね、左足下がりで風がフォローなんで、ちょっとピンに届かなさそうなクラブで、左足下がりの前上がり引っ掛けやすいライン。読み通りでしたね。これやっぱちょっとこうこのボールのところがこう下がってるんで、前に向かってその分やっぱフェースのロフトがちょっと立つんで、48度で打ったんですけど、48度だと大体まあフルショットしても110ちょっと112ヤードとか、で今ピンが117ヤードだったんで普通に打ったら届かないんですけど、まあロフトが立つ分と、あとちょっとこうフォローが吹いてる分もあって、ちょっと上からあのロフト閉じるような感じで打って、今結構ピンの方まで飛んでってくれたんで読み通りでしたね。あ、これ入れよう。あ、よかった。あ、2人ともやっぱ左奥に外しとけますね。あそこにはちょっと外したくなかったんで、大きい番手は持てなかったですね。まあ、あそこに外しちゃったけど、2人はコース知らないからね。多分あれ寄ったらすごいよね。当たらなかったけど結果オーライ。ちょっとテイクバックをインサイドに上げてたのが今トップした原因かなっていう。あれもうちょっとアウトサイドに上がってれば、あのフェース面にきちんと当たるんですけど、インサイドに振ることでちょっとアッパー目になるからヘッドが浮きやすいんですよ。おお、難しい。それは難しい。ミリちゃんのところも多分ある。あります。あるある。なんかサバイバル以上サバイバルだなって思います。いや、あるよ。私の時のサドンデスはバンカー越えのこう木の枝がこうあって上げられない状況のアプローチだった。どういうことなの？幸いこうバンカー越えてグリーンからピンまではちょっと距離があるけど、はいはい、本当そこにピンポイントに。だから今みたいな感じのピンの方には打てるんだけど、はい、木が邪魔で普通には打たせてもらえないみたいな状況のもある。あ、じゃあ今の2人ともこうあの一応サバイバルを意識してアプローチしたのかちょっと言っちゃいました。やりそうだなみたいな。
キップですね。思うんですけど、キックってした方がいいですね。した方がいいね。あ、そうですか。で、パースリー。あ、ニアピン？はい。まあ、わかんないな。私はあんまりショートホール好きじゃないからショートホールでもスキップしちゃうけど、回ってる人がもしニアピンかかってるホールでスキップしようとしたら、いや、やろうよって言うよねやった方がいいんじゃないって、え、だってかかってるんだよニアピンみたいな、いや、私ニアピン取る自信あるんだよみたいな感じで行った方が周りはビビるよね。え、あ、確かに、何あの子みたいなですね。それでたとえニアピン取れなかったり、まあ、失敗したとしてもしょうがないじゃん、ゴルフってそんなもんだしって言って割り切ってやるあ、でも私はスキップするごめんね、変な人でめっちゃ面白い。こうドッグレッグしてますね。理想はあそこのこう2本両サイドにこう立ってる間にこうちっちゃい木が2本あるんですけど、あの方向に打ってるのがベストなんですよ。まあ、私みたいなドローヒッターはあそこよりちょっと右に出してちょっとこうフェアウェイセンターに戻してくるのが理想なんですけど、今カートがあるらへんのちょっとくぼみが視界に入りやすくて右に振ろうとしちゃうんですね。やっぱりここはちょっと右の方がいいって、で右に振ろうとしちゃうとよりこうインサイドアウトの軌道がきつくなって、あの巻きやすくなると左に行きやすくなるんで、こういう時にだから気をつけなきゃいけないのはアドレスの向きと左をあまり意識しないように振ることが大事です。だからよく OB の方に向けっていうのはそういうことなんですよね。その方がそっちに行くリスクは減りますよ、スイング的にそういう風にはならないからっていう話なんですよね。アドレスが大事。なんかパクパクしてる、はい、なんかパクパクして、流行りのパクパクタイムなんですけど、もぐもぐタイム、あ、そうだパクパクじゃない、もぐもぐ間違えた、もぐもぐタイム。何だったの今。干し芋です。干し芋渋くないいや、干し芋をゴルフ場食べてる人まあまあ見ないよねアゲンスト見てますね。ここは自信を持ってああいう風に打ちましょうねって言えるけど左に行くの嫌じゃなかった？嫌です。そうだよね、ちょっと気になります。そうだからドローヒッターは多分ここ左嫌だよねっていう話をしてたの、ちょっと気になった。そうだよね、うん、ティーグラウンドがさ結構右に向いてて、意外とティーグラウンドの向きに対してコースがこう左に向かってるから、うん、あの思ってる以上に自分が左向かないと多分まっすぐじゃない、ああ、なるほど、うん、と思う。気持ちよく構えちゃうと、そう、気持ちよく構えちゃうと、うん、右向いちゃう、うん、だけど6じゃ多分大きすぎるので、
あれは下の段？上の段。お、上の段行きました。すいません、ね、ありがとうございます、はい。広くて気持ちいいコースですね。私向き。私向き。意外と距離があるから難しいですね。あ、奥行っちゃってんじゃない？ちょっと。ここに来て風吹いてないですもんね。惜しかったね。でももっと手前かと思いました。ナイス。あ、ちょっと危ないみたいな感じだ。引っ掛けた。危ない。え、ナイス。